はい、こんにちは。今日はこの問題を見ていきたいと思います。問題はこちらです。 XY は正の数として、この不等式が常に成り立つような L の最大値および K の最小値を求めようといった問題ですね。こちら今回5通りの方法でやってみたいと思います。まず1個目なんですが、要するにここ X プラス Y があるので、 X プラス Y で割ると X プラス Y 分のルート X 2乗プラス Y 2乗ですね。これが L 以上 K より小さいよと。これつまりこれの最大最小を求めたいよってことですね。これを求めていきましょう。これなんですが、微分して求めていきましょうか。これルートの中に全部入れてしまうと、x プラス y の2乗分の x2 乗プラス y2 乗ですね。で、あとはこれなんですが、xy2 つ変数があるとやりにくいので、まあ、1個の変数にしてしまいましょうか。つまり両方分母分子 x2 乗で割りましょうと。分母分子 x2 乗で割ると、ここ1になって、x2 乗で割ると、x 分の y の2乗ですね。で、分子も x2 乗で割ると、括弧の1足す x 分の y の2乗と。こういう形になりますよと。分母分子 x2 乗で割るとこうなるよと。今、x は正の数ですから割っても OK ですよと。ということで、この式がこんな風になりました。じゃあ、x 分の y っていうのを改めて、じゃあ t とでも置くと、t は今正ですね。xy 正ですから正。正の範囲で、じゃあこのルートの中身を ft と置きましょう。ft イコール1足す t の2乗分の1足す t2 乗ですね。こうなるよと。これの最大最小を考えていきましょうか。で、これなんですが、まず実数下げしましょうか。1足す t の2乗でプラス1にすると、これ通分して1足す t の2乗っていうのが分子に現れるよと。そうするとこれ展開すると1足す 2t 足す t2 乗ですから、これマイナス 2t にすれば OK ですね。これが通分すると現れるので、これがなくなれば1たす t2 乗になるので、こんな形で表せるよと。これ通分するとこうなりますね。で、この形にしてやっていきましょう。f't、t で微分して考えると、こっち微分するとなくなって、こっち側はマイナス2は前に出しておいて、これを t で微分しましょうと。そうすると1たす t の4乗分の、これの微分、つまり1かけるこれですね。つまり1たす t の2乗になるよと。マイナス t かけるこれの微分ですから、まあ、2が前に出て1たす t ですよと。となります。で、結局これ1たす t で割れるので、ここがなくなって、ここ3乗になって、ここが1個消えるよと。で、これ1マイナス t ですね。結局ここは1マイナス t。で、このマイナスがあるので t マイナス1になるよと。となります。で、ここ正の値ですから、ここだけが増減に関わるよと。t が1の時0ですね。1より大きくてプラス。マイナスからプラスになるよと。まあ、ちょっとグラフを書いてみると、t が1の時に最小ですよと。1の時いくつ取るかっていうと、1代入すると、2の2乗で4分の2ですので、2分の1ですね。ここで最小。つまり下がって上がるよと。じゃあ t を無限大に飛ばすとどうなるかっていうと、これ無限大に飛ばすと、ここ0になるので、1に行きますね。ということで、1に近づいていくよと。で、じゃあ t を0に近づけると。今 t が正の範囲ですから、t を0にプラスの方から近づけていくと、まあ、0に近づけるというと、ここ0ですから1になるよと。つまりここ1に近づいていくよと。ということで、こんなグラフになります。ということは、この ft の今範囲を知りたかったわけなんですが、今1より小さいよっていうことが分かりました。t が正の範囲で1より小さいよと。そして2分の1以上ですね。ということになるので、これが ft。つまりこのルートの中身っていうのが、この範囲ですよと。じゃ、これのルートを取ったのがこれですから、結局、x プラス y 分のルート x2 乗プラス y2 乗っていうのは、これのルートを取ったもの。つまり、ルート2分の1以上で1より小さいよと。こうなりますね。で、lk なんですが、これ以下で l を取ってあげれば OK。これ以上で k を取ってあげれば、常に kl っていうのはこれを満たしますよね。常に成り立つようにしたいっていうことなんで、これ以下で l を取る。これ以上で k を取ってあげれば OK。つまり、l の最大値っていうのはルート2分の1で、K の最小値は1ということで求めることができました。続いて2つ目の解法は相加相乗平均を使うものです。どういうふうにやるかっていうと、ここまでは一緒なんですが、ここから実数下げしていきましょうか。これ展開すると x2 乗プラス y2 乗プラス 2xy 分の x2 乗プラス y2 乗ですね。これ実数下げするとこれプラス1にしてあげて、ここをマイナス 2xy とこういうふうにしましょう。そうするとこれ通分するとこれになりますね。ということで、こんな風にできますよと。で、ここからなんですが、x2 乗プラス y2 乗と 2xy っていうのがあるので、これっていうのは相加相乗平均から2ルート x2 乗かける y2 乗。こういう風にできますよね。
これ足すこれっていうのは2倍のルートのこれかけるこれ以上ですよと。相加相乗平均からこれが言える。つまりこれ 2xy ですね。これ計算すると。xy 今正の数ですからこうなるよと。つまり x2 乗プラス y2 乗は 2xy 以上ですよということが言えます。で、今これ統合整列はこれイコールこれの時。x2 乗イコール y2 乗。で、xy 正ですから、つまり x イコール y の時に統合は成立しますよってことですね。で、これを使いましょう。そうすると今、ここの部分なんですが、x2 乗プラス y2 乗プラス 2xy 分の 2xy っていうのを考えましょう。ここの部分ですね。これっていうのは、じゃあここを 2xy にすると、ここ 2xy にすると 2xy 足す 2xy で 4xy 分の 2xy ですね。で、これが一番、これ以上ってことで、これの時が一番小さいわけですね。これとこれ比べた時にこれが一番小さいと。分母を数小さくしたわけですから、数としては大きくなりますね。この分数の数としては分母が小さい方が数は大きいよと。で、こっちの方が大きくなりますよと。で、これのマイナスを取るわけですから、マイナスと取ると、これ不等号の向きが変わってこうなるよと。で、これに1足してこうなるよと。で、これがこのルートの中身で、あとはルートを取ってあげればこうなるよってことですね。まあ、これっていうのはこれ以上ということになります。で、これ計算すると、こう、マイナス2分の1ですから、プラス1して、ルート2分の1ですね。つまり、ルート2分の1以上ですよってことが言えます。で、統合成立っていうのは、x が y と y が等しいとき、正の数で等しいときっていうことですね。で、上から押さえたいんですが、これは x を正の値で、どんどん大きくしていくと、ぐーんと大きくして無限大に飛ばすと、分母は二次式ですね、x の。分子は一次式ですから、無限大飛ばすとここ0になるよと。0に近づくよということで、1に近づきますよと。ただし、1にはならないので、どんどん1に近づいていくので、まあ1よりは小さいよと。ということで、これ以上、これより小さいよということで、LK の最大最小値求めることができました。続いて3つ目の解法は、極座標表示を用いる方法ですね。今、x を r コサインシータ、y を r サインシータとしましょうと。で、x、y は今、正の値ですから、ここの第一象限にありますよと。第一象限に点取ったときに、この原点からの距離を r。で、ここの変革をシータとしますよと。で、第一象限ですから、今 r は正で、でシータが0から2分の π、ここの範囲というふうに置けますよと。で、これで、x、y を置いてみましょうか。そうすると、これっていうのは、計算すると、分子が r になって、x 足す y ですから、分母が r、括弧、サインシータプラスコサインシータというふうになりますね。結局 R で約分されて、こうなるよと。で、これは合成すると、ルート2サインシータプラス4分の π ですね。こうなるよと。分の1と。で、結局、ここの、あとは範囲が求まればいいなと。つまり、シータプラス4分の π っていうのは今、シータがこの範囲ですから、4分の π より大きく4分の 3π ですね。より小さいよということになるので、サインのシータープラス4分の π の範囲はっていうと、これは、ルート2分の1より大きく、1以下ですね。この範囲になるよと。ということで、この範囲が出たので、あとはルート2分の1にしたときが、分母が一番小さいので数は大きくなるよと。ルート2分の1にすると、これ約分されて1になるんですね。ということで、1より小さくなるよと。で、ここ1としたときが一番数が、分母が大きいわけですから、数としては小さくなるよと。1にしたときはルート2分の1ですから、ルート2分の1以上ということで、こんな形で LK の最大最小を求めることができます。続いて4つ目の解法は、ベクトルを使ったものですね。今これ、x プラス y っていうのがあるんですが、これ 1×x 足す 1×y っていうふうに見ましょうと。そうすると、1、1っていうのと、xy っていうのの、この内積と見ることができますよと。つまりこれ1、1をじゃあ B ベクトルとしましょうと。で、XY っていうのをこれ A ベクトルとしましょう。そうすると、これとこれの内積が今 X プラス Y、これですよね。つまりこれっていうのは、こういうふうに置くと、A ベクトルかける B ベクトルの内積分の、これっていうのはこれの大きさですね。この距離ですよと。つまり、A ベクトルの大きさ。こういうふうに表すことができるわけです。で、これの、範囲を絞りたいということなんですが、これっていうのは、これ内積はこれの大きさ、これの大きさ、コサインシータですね。間の角シータとするとこうなるよと。で、今シータなんですが、この xy っていうのはこの第一象限にあるわけですね。正の値ですから。第一象限にあるよってことは、このシータはどんなに離れたとしても、ここまでしか離れられないよと。こっち側もここまでしか離れられない。ということは、4分の π より小さい範囲ですね。この間の角っていう。
0以上を4分の π より小さい範囲ですよということが言えるので、まあ、これでやっていきましょう。で、これまず A ベクトル大きさ、これ割るので、割れるので、こうなりますよと。で、さらに B ベクトルの大きさっていうのはこれ、一体一体ルート2ですか、これルート2ですよと。ですから、これはルート2コサインシータ分の1というふうに表せますよと。で、あとはコサインシータの範囲が絞れれば OK だなと。今、シータがこの範囲ですから、コサインシータは0の時は1ですね。4分の π の時にはルート2分の1ですから、こうなるよと。で、これをここに代入してあげると、さっきと同じで1の時がルート2分の1以上で、で、ルート2分の1の時は1ですね。1より下と。いうことで、KL の最大最小を求めることができました。で、最後5つ目の解法は線形計画法による解法です。これは分子を R と置きましょうか。分子を R とすると、こういった円の方程式になりますね。2乗すると。で、XY っていうのはこれ第一象限に動きますよと。正の数ですから第一象限の値を取りますよ。つまり、これの円の方程式のここの部分ですよと。グラフを書くとここの部分ということになります。で、あとは X プラス Y っていうのの範囲を絞りたいよと。X プラス Y を、じゃあ M とでもしましょうか。つまり Y イコールマイナス X プラス M ですね。これをこっち持ってくるとこうなると。この直線っていうのはこういう傾きマイナス1で、切片が M の直線になりますよと。で、XY っていうのはこの部分を動くわけですから、この部分をかすめ取るようにこれを引きましょうと。つまり M が最小になるときっていうのは、この時ですね。この時がここ M、傾き、切片ですので M が最小、R ですね。で、これずっとこう動かしていって、最大になるときっていうのはここで接するときですね。こんな風に接するとき。ここで接するときと。この時が最大ですよ。で、ここの切片はいくつかっていうと、こう引いてあげると、こう90度ですから、一体一体ルート2。つまり今ここ半径 R ですので、一体一体ルート2で、ルート2 R ですね。ということで、この M の範囲はっていうと、R より大きくルート2 R 以下ですよと。R より大きく M っていうのは、ルート2 R 以下。こういうふうになります。で、今ここの部分っていうのは、どういうふうに置いたかっていうと、分母を M として、分子を R としたわけですね。M 分の R っていうふうに置きましたよと。で、M の範囲は R を使ってこう表せたわけですから、M 分の R っていうのは、要するにこれ M 分の1とすると、これ逆数になるので、ルート2 R 分の1以上、R 分の1より小さいよと。で、これに R をかけるわけですから、R、R、R をかけて、結局これ1になって、こっち側はルート2分の1ですね。ということで、これの範囲はこれ。つまり、L と K の最大最小これということで求めることもできます。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。